日本一の潤い温泉、マイお守り作り、デカ盛り海鮮丼、魅力をたっぷりご紹介、玉造温泉のここがおったまげ。おはようございます。島根県松江市在住の水木さや子です。松江に住み始めて半年なんですけども、どっぷり玉造温泉の魅力にハマっております。今日は素敵なところガンガンご紹介していきますんで、よろしくお願いします。行きましょう。玉造温泉おったまげポイント、その1、科学的に証明されている日本一の潤い温泉。まず訪れたのは創業明治元年、湯之助の宿長楽園。日本一の広さを誇る混浴露天風呂や、広さおよそ1万坪の庭園、そして島根の郷土料理などを堪能できる温泉宿です。早速日本一の潤い温泉を紹介したいのですが、ごめんなさい、我慢できなくなって入っちゃいました。おー、ああ、やっぱり最高ですね。こちらの無色透明な温泉、保湿成分であるメタケイ酸が非常に多く含まれていることから、高級化粧水レベルの日本一の潤い温泉であると専門機関によって評価されているのです。また温泉水をお肌に散布する実験を8週間行ったところ、お肌の水分量が飛躍的にアップし、キメが細かくなり顔色が良くなったという実験結果も出ています。いやいや、毎日玉造温泉にいるわけじゃないんだし、8週間の実験とか意味あるの？と思われる方のために、温泉水をテイクアウトできる湯薬師広場をご紹介。広場で販売している美肌温泉ボトルで温泉水を持ち帰ることができて、温泉水を化粧水として使用することができるのです。水木的ここがおったまげ。玉造温泉は1300年前から美肌の湯として評判。玉造温泉の美肌の歴史は1300年以上。ひとたびすすげば形キラキラしくと書かれている符どきも残されているのです。大昔から美肌の湯として評判の日本一の潤い温泉に、そこのあなた入らずにいられますか？玉造温泉おったまげポイント、その2、舞お守りを作れる神社がある。舞お守りが作れるのはこちら玉造湯神社。温泉の神様をお祭りする神社で、ここ数年舞お守りを作れるということで、ご縁を求める訪問客が増えてきています。私も拝殿にお参りしてから舞お守りを作っていきたいと思います。まず金石セットを神社で購入し、金石を御神水で清めます。そして金石を願い石にくっつけます。パワーを分けてください。お願いします。くっつけることで願い石の力が金石に吹き込まれるんです。次に願い札にお願い事を書きます。私は素敵な男性との出会いをお願いしました。お願い事を書き終わったら、1枚は願い札入れに投函してください。もう一枚は金石と一緒に巾着袋に入れます。最後に巾着袋の紐を結んだら、舞お守りの完成です。皆さんも叶えたい願いの一つや二つあるんじゃないでしょうか。ぜひ舞お守り作ってみてください。いい出会いがありますように。水木的ここがおったまげ。玉造温泉には美肌祈願ができるお寺もある。美肌祈願ができるのは清願寺。祈願方法はおしろい地蔵様におしろいを塗るだけ。自分のお肌の気になる部分と同じところを塗っていきましょう。祈願札もあるので合わせてチェックしてくださいね。美肌温泉に入った後、清願寺で美肌祈願、素敵なお肌を手に入れよう。玉造温泉おったまげポイント、その3、地元の新鮮なネタを使ったデカ盛り海鮮丼。
こちらの若竹寿司さんは地元の新鮮なネタを使ったデカ盛り海鮮丼がいただけるということなんですが、実は私も食べたことないんですよ。どんな海鮮なんでしょう。楽しみです。プレミアム海鮮丼です。お、大きいっていうかネタの数すごくないですか。何種類くらい入ってるんですか。15種類ぐらい入ってますね。 15? はい。うわ、もう溢れちゃってるじゃないですかすごい。じゃあ早速いただきます。うわ、大きい。ネタがめちゃくちゃ大きい。いただきます。これ一口でいけるかな。いただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしいです。ご飯も、うん、いくらが、うん、おいしいです。これ全部食べれます。全部食べれると宣言しましたので完食に挑戦。プレミアム海鮮丼を堪能できるのは若竹寿司。地元の方はもちろん観光客にも愛されるお寿司屋さんです。人気の秘密は大将の独自ルートで仕入れた地元の新鮮なネタが楽しめること。特上握りやしじみ汁もおすすめです。うん、全部食べれました。なんかいっぱい大満足。デカ盛りなのに女性でも美味しくてペロリといけちゃいます。日本一の美肌温泉も楽しめて、マイお守りも作れて、デカ盛り海鮮丼も楽しめるなんて、おっともや。しかも玉造温泉はマガタマも有名なんですよ。町の至る所にマガタマがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では玉造温泉でお待ちしてます。おお、肌すべすべ。